はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。それではね、昨日ですね、中谷潤人選手がまあバンタム級へ行くのではないかと言いましたよね。まあそれっていうのはまだ決定はしてないんですけど、まあおそらく行くんでしょうね。まあ行くと考えて、まあそしたら、まあ現在 WBO スーパーフライ級、はい、ここがどうなっていくかちょっと見ていきたいと思います。ちょうど昨日 WBO のランキングが各階級で更新されたんですよね。こちらスーパーフライ級です。スーパーフライ級 WBO は一応このようになっており、中川健太選手が6位に上がりましたね。これなぜ上がったのか。これは、まあ、以前上野選手が負けたかなんだかで、まあ、落ちてきた。中川健太選手は今ね、どういう状況なのでしょうか。そして中谷潤人選手が、まあ、返上するとします。そしたら、空位決定戦ですね。となると、もうこれ、WBO、1位の田中康生選手と、ロマゴン。これ、あるか。はい、これ、決まるかといったところですよね。まあ、順当に行くと、この1位と2位ですよね。ロマゴンと、田中康生選手、戦うとしたら、これ、名古屋工業で戦うのか、アメリカのなんかのアンダーカードで入るのか。これはどうなりますかね。ロマゴンって言ったら今どこですか？マッチルームですか？プロモーターは、まあ、提携ですよね。提携なんですが、マッチルームの興行に出てる印象がありますね。まあ、田中康生対ロマゴンになったらどういう戦いになるのか。田中選手のスピードで圧倒できるのか。まあ、ロマゴンも、まあ、下から上がってきた選手ですよね。もうミニマムから上がってきた選手です。なので、二人は、体格的のアドバンテージはそんなにないですよね。身長自体は、田中康生選手の方が、まあ少し高いですが、なんて言うんですか、体全体の大きさ、まあ幅とか、まあ分厚さとか、そういうのは、若干ロマゴンの方が、大きいのではないかなと思いますね。まあただそんなに体格差は、感じないと思います。なんかロマゴンの方がちょっとね、なんか硬そうで分厚いイメージがありますよね。だからパワー自体ではロマゴンだと思います。ただ田中康生選手はスピードですよね。田中康生選手スピードで早い回で仕留めれば、とは思うんですけど、ロマゴンを早い回で仕留めるってなかなか難しそうですよね。これは判定まで行くのでしょうか。ただね、このロマゴンのまあ年齢が36歳っていうのと、あとはもう自分で引退前だと公言してるんで、もうそんなに一生懸命練習してないのではないかなと思います。あとロマゴンは、まあ大体1年ぐらい空いてますね。前回のエストラーダ戦。まあこれ大金を得た試合ですよね。こっから、まあ大金を得てるんで、それで1年ぐらい空いてますよね。ああ、ちょっとね、これ練習量は、やっぱり、このね、田中康生選手上なんじゃないですか？田中康生選手は今28歳。もう一番、まあ、年齢的にはノリに乗ってる時ですよね。まあ若さがある。そして田中康生選手はコンスタントに試合をこなして今連勝中ですよね。これは、ロマゴンとやったらチャンスあるかもしれませんね。19勝1敗か。あと怖いのはロマゴンのこのね、51勝4敗というね、戦績ですよね。51勝のうち 41KO ですよ。これちょっとやばくないですか？このプロでね、50勝以上っていうのは本当に数えるほどしかいないですよ。本当に2、3人ぐらいしかいないんじゃないですかね。2、3人いないかもしれないですね。50勝ぐらいしてるもう世界戦線にいる選手。まあ、タイ人みたいなよくわからない選手とやり続けるのはちょっと別ですよ。田中康生選手、これちょっとチャンスですね。
なんかいけそうな予感しますね、今のこのロマゴンになら。まあロマゴンといえばかつて、高山選手や新田選手や、あと今八重樫選手も戦いましたよね。まあ日本人がまあとにかくね、誰も勝ってないんですよ。そんな中で田中康生選手、まあ なんだかんだ言ってもロマゴンですからね、初黒星つけたらもう名前残りますよね。まあ今のロマゴンはとか言われるかもしれませんがね、ロマゴンはもう本当にもう伝説を作った一人ですからね。まあロマゴンを引退させるというのもいいんじゃないですか。やっぱりロマゴン倒すならでも短いラウンドじゃないとね、長いラウンド行くとやっぱりちょっと経験の差が出てくるのかなとも思いますね。その見応えのある一戦になりそうですね。そして中谷潤人選手がバンタム級に行くとなるとどうなっていくんでしょうかね。おそらくまあずっと WBO で来てるんで、バンタムに上げても WBO にまずランキングされると思います。WBO バンタム級はジェイソン・モロニーですよね。ジェイソン・モロニーは試合決まってますね。なので中谷潤人選手がバンタム級に来たら、まあ、2位か3位ぐらいになるんではないでしょうか。WBO2 位の西田亮介選手は IBF で、まあ、エマヌエル・ロドリゲスと戦うことが、まあ、内定してますね。なのでもしかしたら、まあ、この WBO は中谷潤人選手が2位あたりにランクされて、まあ、西田選手がそのまま下がっていく感じになるのでしょうか。ヘルウィン・アンカハスはあれですよね、 WBA でタクマ選手と戦うんで、ここもまあそのまま下がるかもしれませんね。そして石田翔選手も WBA の指名挑戦者ですよね。 あと比嘉大吾選手も入ってるのか。このあたりどうなるでしょうか。まあ比嘉大吾選手はおそらく大晦日試合あるとして、まあこの結果にもよってきますよね、トップ戦線に行くかどうか。まあ比嘉大吾対中谷潤人っていうのも、あ、これはでもプロモーターの関係で組めないのでしょうか。まあおそらくね、中谷潤人選手はこの WBO まあ2位ぐらいに入ってくるんじゃないですかね。まあいきなりだから、中谷潤人対この WBO1 位に入ってレイマートガバリオなんかもね、これぶつかったらいいですよね。まあ中谷潤人選手は一応1月23日のアマプラ興行に出る可能性ありますよね。いやー、どうなるでしょうか。ちょっとね、そろそろ発表あると思いますよ。もうこうやって1月23っていうね、日にちまで漏れてきたんで。はい、ということですね。ではね、これ見放せないですね、スーパーフライ級、バンタム級。はい、どうなっていくでしょうか。はい、続報の方期待しましょう。はい、それでは本日はここまでとなります。X と、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。